今日もイスラエル美佐子のチャンネルにお越しくださってありがとうございます。少し前に司会のクムラの動画を作ったのですが、先日司会に行った帰りに何年ぶりにクムラに再訪してビデオをたくさん撮ったので、また新しい動画にしました。どうぞ最後までお楽しみください。現在は外国人ツーリストがいないので、あちこちの遺跡や国立公園などは修復作業や遺跡の発掘作業などが進められています。クムランも入り口やレストラン、お土産屋さんは今は閉まっていて、裏の方に回り込んで臨時の受付がありました。この辺りは夏の昼間はすごく暑くなるので、3月は視界を訪れるにもとてもいい時期です。砂漠の気候はカラカラで緑なんかないと思いますよね。でもこの時期はクムランも薄い緑でいっぱいになります。A new morning is rising in our community. The air in this holy place, no one can distract our minds from worshiping the Lord. We don't possess much, and the little we have we share equally. But the Lord, He supplies us with all our needs, even in this barren desert. The first was greatly loved by God, each of its actions desired. The second, and all that it encompassed, He despised forever.At the end of a day's work, we bathed again, and after purifying ourselves, gathered together for the evening meal. We dine in reverent silence, even when troublesome thoughts prey upon us. After the meal, I arose and asked for permission to speak. 最初にクムランのビデオを見て、見終わると資料館のようなところを回ってから外に出ます。ビデオが終わって幕が上がると、正面に洞窟の中で発見された壺のレプリカがあります。クムランの遺跡にはたくさんの禊に使う浴槽があります。ヘブライ語ではこの浴槽のことをミクベと言います。ミクベは自然の水を溜めておき、水に浸かることで浄化されたとされます。クムランにはたくさんのミクベがあって、毎日食事の前にみそぎをしてから食事をしていたようです。クムランに住んでいた共同体はみそぎをした後、皆で食堂に集まって食事をしていたようです。自給自足の生活でほとんどの人は農作業をしていました。敷地の中には陶器を作る作業場もあり、水は雨水などを貯めていました。服は白い布を上からかぶり、腰を紐で縛る服を皆が着ていました。クムランの共同体はここに入るとき、自分の持ち物はすべて教団に捧げ、それをみんなで使用します。自分の所有物というものはなくなり、みんなでシェアするというのは初期のキリスト教徒たちもそうだったのです。現在のイスラエルにも器物というものがあり、同じような共同体です。建国当初は器物のメンバーは皆平等、 みんなで全て所有するというものでしたが、そういう器物のオリジナルのスタイルを保持している器物はどんどん減っているというのが現状です。以前友人が住んでいた器物に遊びに行って、何週間か滞在させてもらいました。その時に器物の仕事も手伝いさせてもらいました。器物の中ではお金は一切必要ではなく、必要なもの、例えばシャンプーとか石鹸、個人で使うものも食事も全て与えられ、朝から何時間か仕事をするとほぼ午後は自由な時間でした。クムランもそういった器物の共同体に近いようなシステムだったのかもしれません。この資料館では写本のレプリカも見ることができます。クムランの時代はすでに今と同じ時代を使っているので、現在のヘブライ語を知っている人には誰でも読むことができます。
クムランで見つかったサンダルの破片や櫛なども見つかっています。ここから近いテルアラッドでも大麻が聖女で焚かれていたという考古学的発見もあり、キリストの聖外婦も大麻布だったという話もあります。もしかするとこの繊維は麻なのかもしれません。では外に出て行ってみましょう。クムランでは写本のレプリカしか見ることができません。本物はエルサレムのイスラエル国立博物館で見ることができます。湿度、温度、光などきちんと管理された別館があるので、そちらにぜひ行ってみてください。いつも混み合うクムランですが、この日はほぼ貸し切り状態でした。後の方になってイスラエル人のリタイアした人たちのグループのツアーがやってきました。これから少し山の方にも行ってみようと思います。本当にこの時期は砂漠の中にあるクムランでも薄い緑のベールがかかっているようです。クムランの共同体は自給自足だったそうなので、クムランの農地ももしかするとこの辺りにあったのかもしれないです。どのように水を貯めていたのかは分かりませんが、クムランにはたくさんの水槽があり、水路のようなものもあります。イスラエルは冬が雨季になります。シカイ地方や砂漠地方を旅行する際に気をつけなければいけないのは、もし今クムランで雨が降っていなくても、例えば前日前々日に雨が降っていたら要注意です。砂漠の土はカラカラなので、急に雨が降ると土の中に雨が染み込んでいかないのです。なので冬には毎年この辺りで鉄砲水が起きます。このクムランの裏山も雨が流れて滝のようになった跡なのです。ではこの雄大なクムランの裏山の景色を見ながら、エッセネ派について1世紀の歴史家ヨセフスの残したものについてです。ヨセフスのユダヤ戦記の記述です。ユダヤ教には3つの宗派があります。1つはパリサイ派、2つ目はサドカイ派、3つ目はエッセネ派。エッセネ派は他の2つの派より厳しい規律や決まりがあります。エッセネ派の人々はお互いに愛情を持って接しています。快楽を悪として避ける、自制することと情欲に溺れないことを徳とみなす、結婚の制度を軽視していて、外部の子供を素直なうちに引き取って家族のように育てます。女というものは決して一人の男にミサを捧げるものではないと彼らは信じています。富を軽視し、財産はみんなで共有をしています。クムランに入るのを希望している人は自分の所有物を教団のために捧げるので、みんなで共有して、その教団の中で貧富の差というものはなくなります。油を汚染させるものとみなしており、かかってしまったら拭き落とさなくてはなりません。肌を常に乾いた状態にさせており、常に白い衣をまとっています。修士たちは挙手で選ばれ、全員の前で適任の仕事に選出されます。エッセネ人はどこの町にもいる、一つの町に住んでいるのではない、どこの町にも大勢の者がやってきて住んでいる。この記述にはちょっとびっくりです。エッセネ派の人々はクムランにだけ住んでいたのかと思っていました。
他のところからやってきたとしても、すべてのものを自分たちの所有物のようにして使うことができます。一度も会ったこともない人たちのところへ、親しいもののように出入りすることができます。なので、旅をするときに何一つ携えることをせず、旅をすることができます。どの町に行っても、見知らぬ仲間たちのために衣食の面倒を見る集団の世話役が任命されています。その服装や体つきを見れば、彼らは恐怖でもって訓練されている子どもたちに似ている。ちょっとこれは意味がわかりません。服やサンダルは全体がボロボロになって、あるいは長く着てすり減った時に初めて取り替える。彼らの間では物の売買はない。各人が自分の所有しているものを必要としているものを与え、代わりに自分が必要としているものをもらう。見返りなしに自由に兄弟のものを使うことができる。エッセニ集団には希望してもすぐには入隊できません。志願者は1年間メンバーと同じ生活をして、その後さらに2年間その性格が試されてから入団が許可されます。エッセネ派の人々の信仰心は独特なものです。彼らは太陽が昇る前には世俗的な事柄については一切口にせず、太陽が昇るのを祈願するかのようにそれに向かって父祖伝来の祈りを捧げます。その後は各自の仕事をします。そして一定の時間が来ると皆みくべでみそぎをして全員一緒に食事をとります。パンを焼く係の人が年上の人から順にパンを配ります。祭司が食事の前に祈祷するのですが、祈りの前に食べることは禁じられています。エッセネ派の人々は食事の前に以下のことを皆の前で誓わされます。 1. 神を敬い恐れること。 2. 人々に対して正義を遵守すること。 3. 他人を傷つけないこと。 4. 常に不正を憎み正しいものと共に一緒に戦うこと。 5. すべてのもの特に権力者に対しては常に信を置くこと。6. 自身が治める立場になってもその権威を決して乱用しないこと。また特別な服装や目立つ飾りなどで会にある者たちに対してそれを見せびらかしたりしないこと。 7. 常に真実を愛し偽りを言う者の前に引き出すこと。 8. その手は盗むことから、またその精神は聖ならざる美徳から清い状態にしておくこと。 9. 集団の者に対しては何も隠さず、外部の者たちに対してはたとえ死に至る拷問を受けても自分たちの秘密を何も漏らさないこと。 10. 自分たちの教えを異なる仕方ではなく自分自身が受けた通りに伝えること。 11. 盗みを働かないこと。12. 教えられた通りに自分たちの集団の文書と天使たちの名前を保持すること。エッセネ派の人々は重大な罪を犯したことで告白されたものを集団から追放します。追放されたものはしばしば惨めな再起を遂げます。草を食べ飢えで肉体をすり減らして死ぬ。このため集団の者たちは最後の瀬戸際で憐れみをかけて多くの者たちを連れ戻します。彼らは死に至るまで苦しめられればその罪は十分に贖われたと考えます。エッセネ人は裁きにおいて非常に細心で公平です。100人以上の者が同席していないと宣告を下さない。そしてその決定は取り消しが効かない。彼らは
神に次いで律法制定者モーゼの名前を最も畏敬し、その名を冒涜する者は死でもって罰せられます。長老たちと多数の者に聞き従うことが大切なことだとされます。もし10人の者が一緒に座っていて9人が沈黙を欲すれば、残る1人は語ることができません。彼らは人々の集まりの中央や右に向かって唾を吐かないように注意します。彼らは安息日に仕事をすることを他のどんなユダヤ人よりも厳格に禁じています。安息日には一切の労働を行うことがないように、自分たちの食事を前日に準備します。どんな重機も動かそうとはせず、用足しにすら行きません。安息日以外の他の日の用足しは、彼らはツルハシで深さ一尺ぐらいの穴を掘って、神の光線、この場合太陽のことですを侮ったりしないよう、衣で身を隠しながら穴の上にしゃがむ。その後、掘り起こした土を穴の上にかけます。彼らは人気のない場所を選んでこれをします。お仏の排泄は自然なものでありますが、彼らは事後汚されたかのように身を洗い清めるのを規則としています。エッセネ派の人々は学んだ期間の長さに応じて4つの組に分かれています。上位の者たちは下位の者たちに触れられると異邦人と接触したかのように洗い清めます。エッセネ派の人々は長寿で、大体の人は100歳以上まで生きます。思うにこれは単純で規律のある生活のおかげであろう。彼らは危険を蔑視し、高貴な精神で苦痛に打ち勝つ。名誉ある死なら不死にも勝ると考えている。ローマ兵たちとの戦争は彼らの精神をあらゆる面で徹底的に試みた。彼らはその時体を引き伸ばされ、へし折られ、火に焼かれ、打ち砕かれ、あらゆる拷問具にかけられた。ローマ兵たちが彼らに律法制定者の名を冒涜させ、禁じられた食べ物を口にさせようとしたからである。それでもどちらにも屈しなかったから、拷問者への追従を口にしたり涙することも一度もなかった。逆に苦痛の中に笑みを浮かべ、拷問者たちに皮肉を言いつつ、再び命を受けるかのように危機として死んだ。エッセネ人の間では、肉体は朽ち、それを構成する物質はこの世界にはとどまらないが、霊魂は不死でこの世界にとどまるという教えが定着している。霊魂は最も希薄な大気から流出すると、自然の呪縛によって監獄のような肉体の中に引きずり込まれるが、一旦肉体の束縛から解き離れると、長い霊獣から自由にされたように歓喜し、地上から遥か高いところに連れて行かれる。彼らはギリシャの子らと同じように、良き霊魂のために海の向こうに住処が用意されていると主張する。そこには雨にも雪にも暑さにも押しつぶされない場所で、海の向こうから常に吹き込んでくる心地よい西風に息づいて霊魂を再生している。一方、悪い魂は絶え間なく無数の刑罰が加えられる。暗く嵐の吹き荒れる洞穴の中に入れられるということになっている。彼らはギリシャ人と同じように、霊魂が永遠のものであること、徳を養い悪から離れることの大切さを教える。それによって善人の場合には、その生涯における行為は死後の報奨を期待してますます善良となり、一方悪人の場合は、たとえ今世においてその悪事を隠し通したとしても、
死後永遠に刑罰に苦しまなければならない。かつて一度でも彼らの哲学をかじった者にはそれは逃れられない魅力があるのである。エッセネ人の中にはこれから起こることをあらかじめ知ることができると公言する者たちがいる。彼らは聖なる書物やさまざまな清めの儀式、預言者たちの言葉に通じている。彼らの預言が外れることは滅多にない。さらにエッセネ派の教団の中には生活の仕方やしきたりや掟の面では他の同胞たちと同意見であるが、結婚に関しては意見を異にする一派がある。彼らは結婚しない者たちは生命の大切な部分、すなわち生命の継承を断ち切るばかりか、もし全ての者が同じ考えを持てば民族は、全人類は滅びてしまうだろうと考える。彼らは女たちを3年間試し、3つの清めの期間を経て子を産む能力のあることを証明したら彼女たちを妻とする。彼らは妊娠中の女と性的な交わりを持たない。結婚が快楽のためではなく子を作る必要であるからであることを示そうとしている。女たちは体を洗うときは衣を身にまとう。男たちは腰布を身につけるのと同じである。以上が長かったですが、ヨセフスがエッセネ派について記していることです。ヨセフスは随分とエッセネ派について詳しいですが、彼自身がエッセネ人として関わっていた時期もあるようです。もう一人、エジプトのアレクサンドリアに住んでいたフィロン、ユダヤ人哲学者もエッセネ派について記しています。フィロンによれば、エッセネ派は約4000人を数え、ユダヤの町々や村々に住んでいたと記述があります。このフィロンよりはヨセフスの情報の方が、量が断然に多くて細かいディテールまで記述しています。エッセネ派の人々は町から離れ、エルサレムの神殿からも離れ、祈りと清めの生活をしていたのです。ここに洗礼者ヨハネやイエスも関係していたかもしれません。エッセネ派と初期の原始キリスト教はとても共通点が多いのです。エッセネ派の人々のこのストイックな感じは、フランスのカタリ派などにも通じるなとも思います。カタリ派の最後の砦でモンセギュールの山に行った時思ったのですが、家計にされたはずなのに悲しみや憎しみを持って死んだ行ったというより、かえって喜びながら死んでいったという印象さえあったのです。先週新たな写本が見つかり、世界では大ニュースでしたが、エッセネ派のものだったかもしれません。まだ解明はされていません。写本についてまた新しいニュースが出たら動画にしたいと思っています。今年に入ってからエドガー・ケーシーのキリストの秘密を読み始めてから、その後エドガー・ケーシーの実証考古学、その後ドロレス・キャノンのイエスとエッセネ派を読んでいるのですが、少し福音書とは違ったストーリーやディテールになっています。そちらの方はまた新しくまとめて動画にしたいと思います。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。